さんのお父さんのお腹が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 壊れてしまいました。今度の話、どこかおかしいです。よく聞いてください。先生の話し方はあまり正しい言い方ではありません。いいですか？ではお話をします。これ浦島太郎じゃんね。太郎、浦島太郎だに。浦島太郎じゃんね。ある日さ、海のそば太郎歩いとったじゃんね。そしたらさ、子供がさ、太郎いじめとったじゃんね。で、太郎言ったじゃんね。やあやあ、おめえら、亀いじめちゃかんだに。亀逃がしてやれや。って言ったじゃんね。で、子供ら亀を逃がしてやったじゃんね。で、ある日さ、太郎さ、魚釣っとったじゃんね。そうしたら大きな亀がやってきた。ダニ？で、亀言ったじゃんね。いやいや、太郎、背中に塗らんけ。おめえ、いいとこ連れてってやるでの。そう言ったじゃんね。で、太郎、亀の背中に乗ったじゃんね。それで太郎を連れて行ってどこ行ったか知っとるけ？な？竜宮城へ連れて行ったダニ？乙姫様おっただに？おめえら乙姫様の顔見てえか？あ？見てえか？じゃあちょっとだけ見せてやら。な？見たか？乙姫様いたじゃんね。で、太郎さ、竜宮城でさ、うめえもの腹いっぱい食っただに。うわ、おいしいおいしい、たまらんや、これはうめえな、って言ってたくさん食べたの。今の話どこがおかしかった？ダニ。ダニがおかしかった。あんたよく気がついた、手叩いて。他にどこがおかしかったですか？じゃんね。じゃんねもおかしかったな。あんたよく分かって見ていただいたんですよ。その通りだ。あなた国語得意になるぞ。分かったか？楽しみにしとけ。では皆さん、先生の後について正しい言い方をしてください。いいですか？ある日って言うな。しっかり声を出す。ある日、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 太郎が、しっかりが、太郎が、太郎が、お尻かゆいのか、くるくる回ってるけど、うちの匂いするか。太郎が、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 森川さん、声聞かない。太郎が、太郎が、眠くなるからしっかり声出した方がいいよ。太郎が、太郎が、海のそばを、海のそばを、そうそう、菅原さん上手だ。海のそばを、海のそばを、歩いていました。歩いていました。すると、すると、すると、子供が、子供が、子供が、亀を、亀を、亀を、いじめていま、いじめていました。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 太郎は、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 子供に、子供に、こう言いました。こう言いました。お口を動かして、こう言いました。こう言いました。森川さん、こっち見てないぞ。こう言いました。こう言いました。亀を、亀を、亀を、いじめては、いじめては、いじめては、いけませんよ。いけませんよ。いけませんよ。ある日、ある日、太郎が、太郎が、魚を釣っていると、魚が釣っていると、そうそう、魚を釣っていると、魚が釣っていると、魚を釣っていると、魚が釣っていると、大きな亀が、大きな亀が、大きな亀が、やってきました。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 杉浦君、こういうの、やってきました。やってきました。太郎さん、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 私の、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 背中に、背中に、背中に、乗ってください。乗ってください。乗ってください。
これから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 いいところへ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 連れて行ってあげます連れて行ってあげます太郎は太郎は太郎は亀の亀の亀の杉浦君こう行かない亀の亀の背中に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 起きてますよ背中に背中に声出してない背中に背中に乗りました乗りました太郎は太郎は竜宮城へ竜宮城へ竜宮城へ来ました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 竜宮城には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 乙姫様が乙姫様がいましたいました太郎は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 毎日毎日毎日ごちそうを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 食べました食べましたそれが正しい言い方ですこれ何これ OK in English One day Oh sorry This is Mr. TortoiseThis is Mr. Tortoise. This is Miss Hare. One day, Miss Hare was walking on the road. And she happened to see Mr. Tortoise on the road. So, Miss Hare said to the tortoise, Hello, how are you? The tortoise said, Oh, not so bad. And the hare, Miss Hare suggested to make a race.Up to the top of the hill. Okay, right? The hare probably said like this, Oh, why don't we make a race up to the top of the hill? And the tortoise said, Oh, it's okay, all right. So, both of them stood on the line, and after saying to each other, Ready, set, go! Then, as a matter of fact, Miss Hare jumped and jumped very fast and quickly on the road,And ran up here, ran to the foot of the mountain, and came up here. While she was on the way to the top of the hill, she felt sleepy. Oh, I feel sleepy. So she lay down on the ground and started sleeping. While she was sleeping, Mr. Tortoise kept walking and walking and walking.And passed by the side of the Miss Hare and came up to the top of the hill first. That means Mr. Hare won the race. And Mr. Hare said to the Mr. Tortoise said to the hare, Hey, Miss Hare, wake up, wake up. I have won the race. Then Miss Hare woke up and found she had lost the game.Oh, I have lost the game. That means Mr. Tortoise won the race, right? Okay, this is a story about a short story about Mr. Tortoise and Miss Hare, right? Now, boys and girls, 質問にしっかりと答えてください。これが分かった人いますかね？誰と誰が道で会いましたか？教えてくれる人。森川さんが早かったですね。誰と誰が道で会いましたか？うさいさんとカメ。あ？うさいさんとカメ。ごちそう食べたの？